皆さんこんにちは、小山恵美子さんです。本日はお越しいただいてありがとうございます。今回ご宗教と聖華大学ので皆さんの前でお話しいただく機会をいただけて非常に嬉しく思っています。企画していただいた聖華大学の皆様ありがとうございます。僕はですね、今ご紹介いただいたようにニューヨークを拠点に、ビジュアルアーティストとして活動しています。それで僕の制作の背景にあるストリートアートの歴史であったり、その影響関係っていうのを、今日は最初にお話しして、後半に自分の制作についてより掘り下げる話をしようと思っています。ではスライドを、はい、はい、はい、お願いします。はい、反復と人格、クイックとアンストラクチャーについてというふうにタイトルをつけています。主に、6個、込み出しをつけていて、前半で3つ、後半で3つっていうような構成で考えています。最初簡単に自己紹介、さっとします。僕のことをご存じない方も多いと思うので、どういう人間かっていうのを少しお話しして、それから今言ったようにその歴史、ストリートアートの現在、歴史を踏まえてそれが今実際どのような展開をここ数年はしているかというその現在の部分までまずはご紹介して、後半で私自身の制作とその裏にある理念であったり、どういう考えでその制作を行っているかというところまで今日は踏み込んでいけたらと思います。自己紹介ですね。これ左はスタジオでの写真で、右側は作品の一つなんですが、そうですね、エアロゾルライティングのビジュアルを解釈したモチーフ、クイックタンスラクチャーを中心に制作などを行っていますと。で、ついでにちょっと言うと、エアロゾルライティングっていう言葉をここで使ってます。ちょっと長い言葉で、ライティングっていうふうにも言いますけれども、おそらく皆さんはグラフィティっていう言葉の方がまだ多少は聞いたことがあるんじゃないかなと思いますけれども、グラフィティっていう言葉を聞いてどういうものかなんとなくでも想像つく方ってどのくらいいらっしゃいますか？ちょっとよかったら手を挙げてもらっていいですか？結構いますね。半分以上ぐらいはいるかな、半分ぐらいはいるかなっていう感じですね。ストリートアートっていう言葉だったらどうでしょうか？少し少ないですね。でも3分の1ぐらいですかね。この辺の言葉の問題っていうのが、ちょっと最初に前提部分でもあるので軽く説明したいんですけど、もともとニューヨークで、大体60年代の終わりから70年代の頭にかけて始まったカルチャー、文化で、スプレー塗料とかマーカーを使って、公共の空間の壁や、さらには地下鉄の車体の側面なんかに、そういう画材を使って自分の名前を書くっていうことが始まったんですね。で、それは当時のニューヨークの若者たちが始めた文化で、その名前を書く中でいろんなこう表現が生まれて、今でも2019年現在でも、続いている大体50年近い歴史がもうある文化なんですけど、その名前を書くっていう行為の部分を指してライティングというふうに呼ばれています。このライトっていうのは照明のとか光のライトじゃなくて、その手紙を書くとかそういう方のライトですね。で、エアロゾルっていうのは、スプレー塗料のことなので、主にスプレーなどを使ったライティングということですね。で、グラフィティっていう言葉は同じことを指してるんですけど、日本語に翻訳すると落書きっていう風になるので、もうちょっとニュートラルな名前というよりかは少しこう迷惑行為だとか、犯罪だとか、ちょっとそういうバイアスのかかった呼び方になるんですね。エアロゾルライティングっていうのがもうちょっと客観的でニュートラルな名前を書くっていう行為を客観的に描写した名前だと呼称だとすると、グラフィティっていうのはもうちょっとそこにこうネガティブなバイアスがかかるという呼称である。で、結果的にグラフィティっていう言葉の方が定着して、今さっき皆さん手を挙げてもらった通り知ってる方多いと思うんですが、一番最初にこのカルチャーが始まった時の当事者たちはむしろライティングっていうふうに呼んでたんですね。その辺の言葉の使い方とか、それに基づく歴史の解釈の問題っていうのはまた話が大きくなっちゃうので今日はこれ以上踏み込まないんですけれども、僕自身の立場としてはライティングっていう言葉を使って、それに基づいた
考え方というか、歴史解釈っていうのをしているので、まあ、今日は主にライティングという言葉を使っていきます。ストリートアートっていうのは、まあ、後で少しお見せしますけど、そのライティングから始まったカルチャーが今度名前を書くっていう方にとどまらずに、もう様々な技術的、あるいはコンセプトだったりモチーフだったり、いろんな、そういうアイデアを総動員して行われるストリートの中での表現全般というふうに思ってもらっていいと思います。例えば今有名なバンクシーなんかは、もともとライターとして名前をストリートに書くっていうところから始めた人が、今は名前以外のモチーフも使うストリートアーティストになっていると。ちょっといきなり脱線しましたが、まあ、そういう前提を少し踏まえていただければと思います。で、これは僕の作品の例ですね。まあ、後ほどいろいろ話すので、今は一つだけビジュアルをお見せしますけれども、こういう白黒の、主に白黒の立体的な構造パターンみたいなのを僕は書いていて、これをクイックターンストラクチャーというふうに呼んでいますね。はい。それでは早速ですね、エアロゾルライティングの歴史っていうところで話していきたいと思います。まずですね、そのエアロゾルライティングの文化っていうのは、だいたい69年から70年代の初頭にかけて、最初の数年というのはそこら辺が発端なんですが、それ以前にもですね、やっぱアメリカないしはニューヨークっていう場所がこう遺伝子的に持っているこう落書きの系譜みたいなのがあるんですね。例えば20世紀初頭の、アメリカに見られた方々って呼ばれる季節労働者の人たちがいて、まあ、彼らはこう鉄道に乗ってアメリカのさまざまなところを巡回しながら、その都度いろんな場所で季節労働に従事していた、まあ、いわばある種のこう、まあ、半分ホームレスのような、まあ、定住しない生活をしながら仕事をしていた人たちなんですけど、まあ、彼らがその電車の車体に書いていたモニカーって呼ばれる独特の落書き文化があったり、1940年代の、現象として、これはニューヨークですけど、まあ、子供たちがこう、車道の路面にチョークでこう絵を描いたり、まあ、そのあるいは歩道の横にある壁に描いたりとか、そういうことってのはよく当時は見られたと。で、これはヘレン・デビットっていう写真家がその様子を撮影した写真集、イン・ザ・ストリートっていう写真集があるんですけど、まあ、そういう時代があって、ただこの後ニューヨークはロバート・モーセスっていう都市計画からの人がどん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 高速道路を作ったり、その車優先の社会っていうのを踏み、街を改造していった結果、車道っていうのがどんどん広くなって、その分歩道が狭くなって車の量も増えるっていう中で、子どもたちがこういうところで自由に落書きをする空間っていうのがどんどん失われていって、なのでこの時代の風景としてあるものだけど、今はもう見られないものですね、こういうものは。で、そういう子どもたちがやってた落書き行為っていうのが、じゃあ、一旦そこで失われたものっていうのがどこに行ったのかっていうと、60年代後半から70年代にかけて起こったそういうライティングの、地下鉄に書くライティングの方に流れ込んでいったんじゃないかというふうに、まあ、僕は考えています。それでいくつかキーワードを挙げているんですが、まず、その69年から72年の一番最初の時代ですね、空っぽの記号っていう、タイトルつけてますけど、これはジャン・ボードリアルっていうフランスの思想家がいまして、彼が、まあ、基本的には消費文化論とか、まあ、社会学的な専門性の人なんですけども、1976年の「象徴交換と死」という本の中で、当時のニューヨークのそのライティングについて書いた章があるんですね。その中でボードリアルは空っぽの記号っていう言葉を使っていて、この言葉が意味するところは、まあ、その2つ目の行にありますけど、意味を書いた名前の氾濫っていうことなんですね。どういうことかというと、当時の、その都市空間、例えばニューヨークの街の中には、当然このライティング以外のタイプの落書きっていうのもたくさんあって、その多くっていうのは、メッセージ性を持ったプロテストの落書きであったり、あるいはギャングの落書きであったり、そういうものだったんですね。で、そのプロテストの落書きっていうのは、例えば、ベトナム戦争反対とか、何かそのなんとか政権反対っていうような、そのすごく具体的な政治的なメッセージを持った落書きだったとすると、それに対してこう名前をただ書くだけっていうのは、完全にそこに意味が欠落してるんですね。具体的なメッセージ性とかがないわけですね。
例えば、まあ、日本語であれば僕の名前、名字大山って言うんですけど、大きい山って書くで、まあ、英語にするとビッグマウンテンっていうふうに、ね、何かしらそれは漢字なので意味があり得るんですが、英語だと、あるいは欧米の名前だと、例えばジョンっていう名前であれば、ジョンっていう音の響きと JOHN っていう文字の形、この音声とあとは視覚的なその造形の印象っていうところしかないわけで、そこに具体的な意味っていうのはないわけですよね。なのでボードリアルがここで空っぽの記号って言ってるのは、そういう何かメッセージ性とか具体的な意味性を持った落書きから音と形の戯れである、そしてそこに意味がない名前っていうのが新しいタイプの落書きとして街にこう溢れ出てきたと。でこれは非常にこう大きな違い、変化だったわけですね。でボードリアルは基本的にはそれを肯定的にポジティブに捉えて、それが新しい戦術であると、都市空間での闘争の新しい形なんだというようなことを言っています。で、まあ、デザイン的には当時しかしまだ初期の段階なので、極めて素朴な署名、未発達のデザインっていうものですね。でこれなんかがその例なわけですけど、まあ、見ての通りこの子供たちですね、まだその10歳になるかならないか、あるいは10代前半ぐらいの子供たちがこういう自分の名前を街に書く、多少こう崩されているものもありますが、基本的にはものすごくシンプルで、まあ、素朴なまだ署名の段階ですね。こういうものを当時ボードであれば空っぽの希望と呼んでいたと。これはココ144っていう、彼は非常に有名なライティング文化のパイオニアの一人ですけど、この一番左側に COCO144 って書いてあるのが見えると思いますが、これが当時の彼の署名で、文字はまだ比較的単純なんですが、その周りにこう星のマークとか冠みたいなものがついていて、デザイン性が高まっているっていうのは分かると思います。でその横にもガラスに1枚ずつですね、このガラスの区分に沿って、一つのガラスに一つ一人っていう感じで、割とこうお互いに被らないように丁寧に名前が書かれていると。当時はこういうまだみんなが共存するような形で お互いに被らないように書いているというような時代だったんですね。あるいはこういうユナイテッド・グラフィティ・アーティストっていう、キャンバスにそういうの絵を描いてそれをギャラリーで展示するっていう、そういう試みもこの70年代すでに出てきていました。その後ですね、73年79年になると、当時の市長リンズレさんによる大都市計画っていうので、その地下鉄が一回清掃されるんですね、全面的に。そこにあったライティングっていうのが全部消されていくと。しかし結果的にそれによって再び新しいキャンバスが得られたということになって、逆にライティングがブワッともう一度増殖する。でさらにただ増えるだけじゃなくて、その大きくなってデザイン的にも複雑なものがどんどん出てきて、ライターの数も増加していって、増加すると今度競争が激しくなる。さっきお見せした写真だと、お互いに被らないようにこう区画ごとに一つずつ名前が並んで書かれていたわけですけど、それが場所が少なくなると、お互いの上にかぶさるようにして場所の取り合いみたいなことが始まると。ここでですね、さっきの言葉の問題でもあるんですけど、なんかこうライティング文化の攻撃性というかアグレッシブな側面っていうのがすごく高まってきてですね、お互いの上を書き合うゴーイングオーバーだとか、そのどん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 、まあ、ビジュアル的にもですね、どんどん壁を汚していくような、そういうちょっとこうネガティブというか、その、まあ、暴力性みたいなものがビジュアルの中にも出てきて、でグラフィティという言葉がどちらかというとこの頃からよく使われていて、書いてる側もそれ以前の人たちはライティングって自分で読んでたんですけど、この辺りの時代の人たちっていうのは自分たちでもグラフィティという言葉を使い始めると。でそういう中で、まあ、その競争原理の中でギャラリーの中で展覧会を行うスターアーティストっていうのも出てくるわけですね。これはドンディっていう、もう亡くなってしまったんですが、非常に有名なアーティストで、この電車の側面に、電車にしか描かない人だったんですけど、電車の側面にを全体を使って一つの名前を書く。これはもう明らかにさっきの個々の時代とは全く別のレベルまでいってるのがよくわかると思うんですけども、こういう人だったりとか、これはフューチュラーっていうアーティストで、1980年の作品ですが、史上初の完全抽象のライティングを描いた作品として知られています。まあ
先ほどから言っているように基本的には名前を書くっていう文化なんですが、この時は完全に抽象スプレーのしぶきから出るその何ですかね、パターンというかしぶきのテクスチャーだけで一つの世界を作るっていう、そういう、まあ、作品として知られています。これはストップザボムっていうふうに書いてありますけども、これは逆にですね、この作品が大きくなって壁画化する、壁画のようなもうレベルにまで高まってくることによって、逆にもう一度ただ名前を書くだけじゃなくて、ある種のこうメッセージ性を持った作品になっていったパターンとして今お見せしていますが、おそらくこれもベトナム戦争であったり、そういうものに反対するメッセージとしてストップ・ザ・ボームというふうなになっていますね。まあ、このようにどんどん視覚言語としてこう拡張していったと。で、80年代に入ると、今度それがファッションやあとメディアへの露出という形でこうメジャーな文脈にも乗っていく。まあ、アートの世界では、新表現主義やポップアートというのが出てきて、皆さんご存知のジャン・ミシェル・バスキアとかキース・ヘリングという、まあ、超スター作家というのが出てきますね。それからワイルド・スタイルという映画、まあ、有名なヒップホップ映画がありますけど、そういう映画や、まあ、いろんなニューヨーク そのライティングを記録した写真集というのが出てきて、まあ、それまでニューヨークで起こっていた文化がアメリカ国外やアメリカの他のニューヨーク以外の都市にも伝播していったと。それから音楽の方ではヒップホップカルチャーというのが新しいものとして出てきて、まあ、ライティングというのはもともとヒップホップとはイコールじゃなかったんですね。70年代の最初の10年間というのはヒップホップと無関係にあったわけですけど、それが大体80年代の初頭のタイミングで新しく出てきたヒップホップ音楽をの視覚的側面というか、それをビジュアルとしてこう表彰するイメージとして、ライティング文化というのはヒップホップの一部としてこう考えられるようになった側面が一つだった。でまあ、ラジバスとかウォークマンみたいな新しいそういうエレクトロニクス文化も出てきて、なんとなくそういうヒップホップとか、まあ、映画で言ったらちょっと SF 的なね、スター・ウォーズとかブレードランナーとか、ああいった世界観と、ライティングとかストリートアートっていうのもなんとなくこう混ざっていって、そういう文脈で表現するアーティストなんかも出てきたりしてますね。これはまあバスキア・キッセリング。バスキアは最近日本だとコレクターの方がすごい高額でバスキアを購入されたというので話題になったので、ご存知の方もいるかなと思います。これは、83年に当時ニューヨークでもすごい、影響力のあったシドニー・ジャニスという画廊があるんですけども、抽象表現主義とかポップアートの展覧会をすごい積極的にやっていた、まあ、影響力のあるギャラリーなんですが、そこで83年にポストグラフィティ展というグループショーをやっていて、まあ、バスキアとのキーセリングも入っているんですが、まあ、それまで地下鉄に描かれていたものをキャンバスに載せてギャラリーで見せるっていう、まあ、そういう、まあ、すごく素朴な意味でポストグラフィティっていうふうにここでは言っていて、まあ、もちろん、その後の流れを見ても実際の文化っていうのはそんなに単純なものじゃなくて、非常に複雑な展開をこの後90年代2000年代としていくわけですが、まあ、当時のこの展覧会の時点ではひとまずその地下鉄に書かれていたものが今度アートとしてキャンパスに書かれているんだぞという意味でポストグラフィティというふうに言ってますね。まあそういう名前を書くライティンググラフィティというのと並行して、もうちょっと広い意味でのストリートアートというのもこの頃から出てきています。まあ、一方で美術の方ではフランク・ステラーとかドナルド・ジャッドみたいなすごくアカデミックな、表現、まあ、アカデミックでそう禁欲的なね、これすごくミニマルな表現っていうのが70年代まで支配的だったら、それに対する反動としてバスキアみたいな、まあ、すごくこう武将的で物語性を感じさせるようなものとか、そういうのが80年代にこうカウンターとして出てきて、そこにそのストリートのカルチャーっていうのも美術表現として組み込まれていったっていう、そういう流れがあるかなと思いますね。あるいは公共空間の問題で言っても、まあ、リチャード・セラーのこのティルテッドアークっていう作品が、81年に設置されたニューヨークの空間、公共空間に設置されたわけですけど、この時はこの作品がすごく高圧的でモニュメンタルであるっていうことで、まあ、市民からバッシングされて撤去されちゃうんですね。だからその公共の空間にアプローチするっていうことにおいても、こういうトップダウンのなんかモニュメンタルで大きいものをドーンって置くっていうことがうまくいかないっていう感、まあ、そういう感覚っていうのはこの時代のアーティストにはリアリティとしてまあ出てきてしまって、それに対してストリートのアーティストたちっていうのは
こうモニュメンタルなものをドーンって上からトップダウンで落とすっていうよりかは、その都市空間の隙間とかにどう潜り込んで表現を滑り込ませるかっていう、ある種こうボトムアップの戦術っていうのを考えるようになったと。そういう意味でもストリートアートっていうのはすごくこの時代において示唆的なものと捉えられていました、ね。ですが、まあ、その80年代の中頃から末になるとですね、まあ、そういったアート業界での時の流行っていうのも早々と衰退して、ヨーロッパの方にライターたちが移動していったりとか、まあ、地下鉄に書かれていたライティングっていうのも、まあ、この後90年代になるとジュリアーニ市長っていうのが本格的にジェントリフィケーション、今でいうジェントリフィケーションっていうのを開始するんですが、そのまあ前夜に当たるような、クリーン車両プログラム、徹底した人海戦術で地下鉄を清掃していくっていうことが行われて、89年には MTA っていう、まあ、ニューヨークの JR みたいなのですよね、鉄道会社が全ての地下鉄がグラフィティから解放されたっていうグラフィティフリーっていう宣言を行ったりして、まあ、地下鉄のライティングの黄金時代っていうのが、まあ、終わっていったと。でその後は、まあ、いろんなグローバル化が起こったり、まあ、インターネットが出てきたりとか、さまざまな、まあ、新しい社会現象とも相まりながら世界中に新しくそのライティングとかストリートアートは広まっていったわけですね。で、まあ、じゃあ現在どうなっているのかということを少し見ていきたいんですが、一つには各土地のさまざまなローカルな風土とミックスして新しいそのものが生まれてきた、いろんな土地ごとのですね、独自の風土とミックスしていったというのが一つあります。オランダのこのゼッツとデルタっていうアーティストがいますが、彼らはそういう建築とかプロダクトデザインとか、まあ、ロボットアニメーションとか、まあ、そういう、まあ、日本のガンダムなんかにも影響を受けている人たちですけど、そういうまあオランダらしいスタイリッシュでこの、まあ、クールなプロダクトデザインのような造形言語とそのライティングのタイポグラフィーっていうのが混ざって独自の表現が生まれていったり、まあ、今すごく有名になってますけどバンクシーっていうのはイギリスから出てきて、まあ、彼はそのイギリス人特有のなんかアイロニカルなブラックユーモア、そういったテイストを使いながら、まあ、社会的あるいは政治的なメッセージ性を持つストリートアートを展開していったりとか、ブラジルから出てきたオスジメオスっていうのはこの人たちも今非常にアートの世界でも評価されている有名な作家になってますけど、まあ、すごくブラジルらしいこう色がカラフルでビビッと、そしてすごく巨大な壁画をたくさん制作していたり、まあ、こうアラブ圏から中東のあたりから出てきた作家はこういうちょっとアラブ系のカリグラフィーとストリートの言語が混ざったようなものだったり、西海岸、アメリカ西海岸のですね、ロサンゼルスとかあっちの方からはこう、まあ、アメリカ西海岸っていうのはそのヒスパニック系の文化がすごく強い根付いている場所なので、そういう、まあ、ローカルの、まあ、メキシコの例えばこういうドクロの文様だとかちょっとこうボンジっぽい、まあ、パチューコって呼ばれるメキシコ系のギャングの人たちがやってた落書きの書体とグラフィティが残ったものだったりとか、まあ、こういう形でどんどんさまざまな土地が持っているコンテクストと混ざりながら展開していた。でニューヨークはやっぱりですね、抽象表現の文脈がもともとすごく強い土地なので、まあ、さっきもお見せしたフューチュラ・トゥーザーザンとかあるんですけど、1980年に一番最初にその完全抽象のストリートアートを描いたっていう人ですけど、まあ、彼なんかはこうスプレーっていうメディウムの持っているキメとかそのストロークを使った抽象画、それからラメルジーっていう、右側の作品ですけど、この人はですね、一応文字をモチーフにしてるんですけど、その文字がほとんど文字とは認識できないレベルまでトランスフォームして、ある種のこう抽象画のようになってるとか、まあ、そういう表現がやっぱニューヨークは強いかなと思います。それから展覧会っていうのが2010年代以降っていうのは爆発的に増えていて、そのメジャーな美術館でストリートアートを紹介する展覧会っていうのがいっぱい行われています。例えば2011年にアート・イン・ザ・ストリートという展覧会が、ロサンゼルス現代美術館で行われたんですけれども、この展覧会は、まあ本当にこう何かキュラトリアルなビジョンがあるというよりかは、世界中から有名なアーティストを連れてきてアートフェアのようにこうブースを区切って 1アーティストを1つのブースというような感じで、なんかこう総合的に見せていく、そういうちょっとお祭り型の展覧会だったかなと思います。まあ、こういう感じですね、本当になんかアートフェアの会場かと思うぐらいブースごとに区切られているところに一つのブースに一作家という感じでやっていて、
この展示はしかしですね、当然ロサンゼルス現代美術館というのは全然ストリートアートの専門の美術館でも何でもないんですが、この展覧会はジェフリー・ダイチという非常に有名なキュレーターがここの美術館の館長に就任して1回目の展覧会だったんですが、この美術館史上最も来場者が多かった展覧会として、まあ、少なくとも当時、そしておそらく現在も更新されてないんじゃないかなと思うんですけども、それだけすごくポピュラーな展覧会で人がいっぱい来たわけですね。それからディープスペースという展覧会2012年にあったんですが、これはどちらかというとキュラトリアの意図が強くて、ロベルト・マッタっていう、まあ、抽象表現主義であったりシュルレアリスムの文脈に位置する作家と、まあ、グラフィティ系のアーティストを並べた、展覧会ですね。まあ、他にもですね、いくつか重要な展覧会、これシティキャンバスっていうのはニューヨーク市立博物館ですかね、で行われた展覧会で、個人コレクションをベースにした、まあ、資料としての充実度がすごい高い展覧会でしたね。まあ、こういう感じ、まあ、ペインティングもありますが、ブラックブックだとかそういう資料も数多く展示されていた展覧会。それからさっきちょっとお話しした、ラメルジーっていう作家が、まあ、もう亡くなっているんですけど、その回顧展っていうのがこれ去年ですね、ニューヨークのレッドブルアーツっていうところで開催されて、これもすごくこうなんていうか総合的に、ね、もう初期の作品から 最後の方の作品に至るまで、まあ、資料なんかも交えながらすごくこう丁寧に厚みのある展覧会だったんですが、同時にそのマーケットでもこのことも注目度が高まっていて、ラメルジの作品を集中的に紹介するオークションが行われたりだとか、ギャラリーでも展覧会が行われたりとか、まあ、そういうこうアカデミックなアプローチもありながらマーケットでの注目も高まるような、そういう、まあ、展覧会だったと思います。まあ、こういう感じで左側が入り口ですね、で右側が展示風景なんですけども、こういうスカルプチャーもいっぱい作っていた人で、まあ、見ての通りですね、もうほとんどストリートアートとかライティングっていうジャンルには収まらない、彼独自の非常にこう独特の芸術哲学っていうのを発展させたすごくユニークなアーティストで、まあ、生前はすごく性格が難しい人ということで、なかなかこう、なんですか、有名ではあったんですけど、大きく注目されることが少ないというか、仕事が、なかなか繋がらない人だったそうなんですが、まあ、亡くなった途端にいろんなところで回顧展が開かれるという、そういう作家さんですね。最新のものだとビヨンド・ザ・ストリートっていう、これは去年 LA で始まって今年ニューヨークに巡回するんですが、これは最初にお話しした2011年のロサンゼルス現代美術館のアート・イン・ザ・ストリートっていう展覧会をアップデートするような内容かなと思っていて、そのジフリー・ダイチがアート・イン・ザ・ストリート展のキュレーターだったんですが、この展覧会をやっているロジャー・ガストマンっていうのはまた別のキュレーターだけど、で世代も若いんですが、なんかこうジフリー大使的なものに引き継いでいるような人かなと思っていて、やはりこう何かキュラトリアルな歴史的なビジョンがあるわけじゃないけど、こうイベント型のこういろんな有名作家を集めてすごくこうお客さんがいっぱい来るような、そういうブロックバスター型の展覧会としてやってますね。まあ、こういう感じのビジュアルを使ってやってますが、まあ、会場はこういう感じ、まあ、非常に大きな倉庫のような場所を使って作品をもうババババーンとこうたくさん見せていくっていうような感じで、まあ僕ちょっとこの展示は見れてなくて、今日お見せした今紹介してる展覧会全部見てるんですが、この展覧会だけだと見れてなくて、今年ニューヨークに巡回してくるそうなので、その時に見たいなと思ってますが、まあ、あまりこう、なんていうか作品の統一性だったりとか、なんかそのキュレーションとしての流れみたいなのは見当たらないのかなと、そういう印象ですね。ちょっと、少しだけ映像をじゃあお見せして、その後すぐ5分ぐらいトイレ休憩に入ろうと思います。するのがですね、76年に BBC が制作した当時のニューヨークの、グラフィティをドキュメントした映像で、非常に貴重なものですね。大体80年代以降になると映像っていうのは増えるんですが、
70年代の様子を記録したものっていうのは非常に少なくて、当時の一体どういう人たちが実際に書いていたのかっていうことも含めて雰囲気が分かると思うので、少しこれをお見せしたいと思います。今これ書いてる子どもたちっていうのは、どちらかというと白人の、まあ、男の子たちですよね、まあ、あるいはこうラテン系かなという感じの男の子たちで、この金髪の子なんかは多分例えばドイツ系とかそういう感じかなっていう印象なんですけども、なんとなくそのライティングとかストリートのカルチャーっていうのはこうゲットにいるなんかこうアフリカ系アメリカ人の子どもたちがなんかギャングの連中がやってるんじゃないかみたいな、そういう印象を漠然と持たれているパターンが多いんですけども、こういうふうに実際の映像を見てみると必ずしもその人種的な偏りがあるわけではなくて、白人もいたしラテン系もいたしアフリカ系もいたし、あるいはアジア系の子たちっていうのもいて、決してその何ていうかギャングであったりね、そういうこう、まあ、例えば家庭の状況がすごくひどいことであったりとか、そういう人たちもういたかもしれないけど、それだけじゃなくてすごくさまざまな階級のあるいは人種の子どもたちがいたと。でみんな本当にこう何て言うのかな、純粋なすごくピュアな名前を書くっていうことを通する自己表現としてやっていたっていう、そこら辺を少しこういう映像から感じ取ってもらえたらいいかなと思います。So it's been names like, you see here, Bud 143 and Peter 159. These are typical names. Pit, Scat. Why did you choose those? It sounded nicer and started the writing.今の金髪の男の子が言ってたのは、自分の名前は何でそういう名前をつけたんですかって聞かれた時に響きがかっこいいからと、そういうことを言ったんですね。だからその最初にスライドでお見せしたその空っぽの記号っていうメッセージ性がない、その意味がない名前だけを書くっていうことの、っていうのはまさにそういうところに出てくるかなと思います。見ての通りですね、当時のニューヨークっていうのは財政破綻していて、町全体が本当にボロボロだったんですね。多くの中流家庭だったり、まあ、裕福な家庭の人たちっていうのはもう都市の郊外に脱出していて、都市の中から移動できない低所得者層の人たちだけは残っていたっていう側面は一方で確かにあって、そういう中でこう犯罪行為に走ってしまうような若者も多くいた中で、このライティングをやってる子どもたちっていうのはむしろその例えば銃を持つ代わりにスプレー缶を持つというような、まあすごくこうポジティブな意味でこういう活動をしていたっていうことにも、まあ、ちょっと注目したいと思います。
I think it's vandalism, an act of deliberate vandalism. I feel it's something that is done with plan. It's not something that's done within a matter of moments. These young people actually sit down and plan their design. It's an expression. It's an expression of themselves. It is one way that they can make a mark on the world. Very, very imaginative. They have wonderful imaginations. They're absolutely incredible. はい、まあ、ちょっと長いので全部はお見せしませんが、なんとなくこう当時の雰囲気をつかんでもらえたらよかったかなと思います。とここまで前半という感じで歴史とかコンテクストなどを紹介してきたので、後半はちょっと僕自身の作品をご紹介できればなと思いますので、ちょっとじゃあ5分ぐらい休憩しましょう。では後半は5時5分頃からスタートします。Doctorado.
はい、それでは後半を始めたいと思います。で後半はですね、まあ、前半のお話を踏まえて私自身の作品、特にその、まあ、僕もいろいろ作品のタイプは、まあ、いくつかあるといえばあるんですけど、まあ、ほぼ主に書いているのはこのクイックターンストラクチャーっていうモチーフについてなんですね。で今この真ん中に一つ画像が映っていると思いますが、これは、すごく大きな作品の部分ですね。なので、全体像じゃないんですけど、まあ、イメージとしては伝わるかなと思います。今ちょうどニューヨークでやってる展覧会に出品している作品のイメージになります。はい、でまあ、クイックターンストラクチャーって何なのかっていう、これ僕のウェブサイトかに載っているステートメントからの引用なんですけども、まあ、すごく単純に言うと、ちょっと読みますが、エアロゾルライティングでは、まあ、そのスタイル化された文字が名前を構成していて、それがそのライターの書き手のアルターエゴを表すと、まあ、その人の、まあ、なんていうか書いてる人間のもう一人のその人格みたいなものを名前を通してこう表しているわけですね。それが一般的なライティングだと思うんですが、しかしそこからその文字を取り除き、文字 その形ですねを取り除き、そこにあるこう線の造形性だけを抽出して反復して、その線のダイナミズムを最大化することで抽象的なモチーフに再構成すると。でそのモチーフをクイックターンストラクチャーと名付けた。まあ、自分の名前を書く代わりにあるこう抽象的なモチーフを作り上げて、そのモチーフ自体に名前を与えることで、何かその自分と世界との間にそのモチーフを持つことで、それをどう世界と自分が関わるかっていう時の一つのこう媒介にするっていう、まあ、そういうイメージが一つあります。でまあ、どういう形で具体的に生まれてきたかということを少しお話ししたいんですが、僕自身はもともと小さい頃から絵を描いたり、まあ、漫画みたいなのを描いたりするのも好きで、ずっとこうなんか紙に線を引くみたいなことは小さい時からやってたんですが、高校生ぐらいの時に、まあ、そのストリートアートに影響を受け始めて、こうノートにドローイングを描く、ようなことをしてました。大体高校生とか大学生の初めぐらいの頃に1日1枚必ず書くっていう感じで、まあ、授業中にプリントの裏に書いたりとかですね。なんでこういうのもこう光にこう当てて透かしてみると、なんかこう絵の裏側にプリントのなんか課題みたいなのが文字が浮かんできたりですね、まあ、そういう感じで当時は1日1枚書いてたんですが、それを何年か前に1枚1枚切り離して紙からこうカットして、このスケッチブックに貼ることでまとめるっていう作業をして、そのスケッチブックが今これお見せしているものですね。この時はいわゆる伝統的なライティングと同じように、見よう見まねでこう文字を崩して書くっていうことを普通にやってたって、比較的、さっき映像でお見せしたような電車に書かれているライティングとかの言語に近いものがここにあるんですが、真ん中の方を見てもらうと、この赤い部分とか青い部分、この辺とかですね、まあ、この辺りもそうです、まあ、この辺もちょっとそうだと思うんですけど、この辺になるともう比較的文字の形がほぼなくなって完全な抽象に近い状態になってますね。なので僕の場合はある日コンセプトを思いついて、例えばそのクイックターンストラクチャーっていう言葉にしても、それをある日思いついて、じゃあそれに基づいて作品を作ろうっていうような感じではなくて、ひたすらこうドローイングを描く、手をどん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 動かす、毎日一枚描くっていう、その手を動かす運動の中から徐々に何かこう別の形みたいなものが段階的に立ち上がってきたっていう感じなんですね。なのでこの今見ていただいているビジュアルがすごく象徴的だなと思うんですけど、その伝統的なライティングのドローイングっていうのがこうたくさんある中から、何かその中央のあたりでそこから逸脱した線の動きだけに特化した
形っていうのが少しずつ生まれてきたと、そのこう段階の的に生まれてくるちょうどこうトランジションのあたりっていうイメージがちょうどこ の写真というか画像によく現れているので、これを今お見せしています。大体高校生の、まあ、大学生の初めぐらいですかね、時期的に言うと15年ぐらい前かな。でこれは、大体時期としては同じ時なんですけども、高校の自分が通っていた高校のグラウンドの壁にですね描いた壁画作品です。この時は自分が卒業するということで当時の高校の先生に頼んで企画書を提出してですね、それを承認してもらって、まあ、卒業制作という感じで、高校生の何の卒業制作という感じで、書いたんですね。この時はですね、自分の好きなロックバンドの歌詞から取ったフレーズを書いているんで、これはまだ文字になっているんですね、実は。ただ、文字になっているけれども造形的には今のクイックターンストラクチャーにつながるような立体的でこうちょっとこう鋭利な尖ったような形っていうのが複雑に絡み合いながら、まあ、フォーマットとしてもこう横長の、まあそれこそ電車の側面のようでもあるし、あるいは、僕の最近作った非常にこう横長の大きな壁画作品であったりキャンバスの作品に通じるような、まあ、形式的にも通じるような要素がいっぱいある、まあ、初期作品としては僕の中ですごく重要な作品になっています。まあ、こういう段階を経て徐々にそのクイックターンストラクチャーというモチーフが段階的に確立されていったんですね。これは今山梨の小淵沢にある中村キーセーリング美術館というところで今個展を開催しているんですが、そこに出品している作品で、まあ、これは非常に最近のものなんですけども、もうまさにここの作品にあるこの形っていうのがですね、まあ、およそ15年ぐらいを経て反復的に描く中で、まあ、こういうところに今いると、まあ、到達しているというかこういう段階に今あると、まあ、そういう状態です。この白黒の、パターン立体的な空間性を持った部分というのがクイックターンストラクチャーというモチーフになります。この作品は背景はライブペインティングのパフォーマンスとしてニューヨークのギャラリーでグループショーに参加したときにそのオープニングでパフォーマンスで描いたんですね。でパフォーマンスなのでもう30分とかそのくらいの時間でいろんな人がこう見てる前で即興的に描いたわけですが、それをスタジオにも後から持って帰ってきてその上でさらにクイックターンストラクチャーを上から描き足して、まあ、ペインティングとして完成させると、まあ、そういうプロセスでできた作品。で構造的にはですねどういう作りになっているのかというと、これがまた別のこれは作品なんですが、クイックターンストラクチャーの、その線の作りっていうのをちょっとイラスト的に図解したものです。右下が本物のというか実際の作品で、まあ、これも実は背景はライブペインティングで描いたものをスタジオに持ち帰って書き加えて絵として完成させているっていう、まあ、さっきの作品と同じようなプロセスで実はできているんですが、左上、まあ、その右下以外の3つの面というのはその絵の中のクイックターンの部分だけを取り出してそれを線で図解しているんですね。まあ、一番左上を見てもらうと分かるんですが、大体中央のあたりを出発点にして線を紡いで、でだんだんこう外側に向けて広げていくと。でその時に後でも少し言うんですが、この辺りですね、あるいはこの辺もそうなんですけど、中央からこう出発してどんどん外側に向かって広がっていく、この段階っていうのはですね、線が何て言うのかな、線の運動だけが純粋にドライブしているというか、まあ、そしてこう線同士の関係性の中で形がこう広がっていくという、まあ、純粋にこの線の造形の論理だけで形が決まって、まあ、拡張していっているような段階。それがですね、このエッジに来るとキャンパスのフレームっていう全く別の形式っていうのがあって、その線のロジックとは別にキャンパスのフレームっていうものに出会うわけですね。ここ で出会った時にある種一度そのフレームの辺に沿うようにクイックターンの線が伸びてまたそこを離れていくと、まあ、ここもそうですけど、まあ、ここのクイックターンの線の運動と
キャンバスのフレームが出会うこういう部分というのが実は僕の作品ですごく重要になっていて、まあ後でもう少しそれは詳しく話しますが、ここではまずビジュアル的にどういうふうになっているのかっていうのを感じてもらえたらなと思います。それからこの青い線と黒い線というのは実は2つあって、ちょっと線が細いので皆様からよく見えるかは自信がないんですが、この青と黒の線というのはプライマルフローと、パラレルフローっていう言い方を僕はしてるんですけども、この三次元的な立体構造になっているわけですね。でこの立体を生み出すには線が1本引かれているだけじゃダメで、その1本引かれた線の両脇に平行するように、2本の線が走る、つまり3本の線がある種こう平行に走ることで、三次元的な奥行きを持ったストラクチャーが出来上がるわけですね。このことがすごく重要で、青い線 そのプライマルフローっていうのは実際に僕が線を引くときの体の運動から直接出てくるような、それこそライブペインティングの感覚に近い、ライブペインティングの時に引く線にほぼ同じような体の動きがダイレクトにこう反映された線ですね。それに対してそれを両サイドでそれに平行に引かれるパラレルフローっていうのは、その平行性を厳密に出さなきゃいけないので、体の動きでバッてこう描くとですね、なかなかその平行な線なんてのは描けないんですね。これはすごく少しずつ線を継ぎ足しながら、体の動きというよりかは目の視覚の論理で線を紡いで、それがきれいに正確に平行になるようにゆっくりと継ぎ足しながら描いてるんですね。だから決してその速度のある、実際の制作としては速度のある線じゃなくて、非常にこうある種のこう遅さを伴ったゆっくりと引かれる線、しかしそれが相互に絡み合って立体的な形としてストラクチャーとしてこう出来上がった時にですね、ある種 そのスピードの速度感の表彰というかリプレゼンテーションみたいなものが出てくると、それがまあビクタンストラクチャーというモチーフの一つの側面になっていると言えます。これは今の青い線と赤い線、黒い線ですね、そのプライマリーフローとパラレルフローっていうのを今度別々に抽出したもので、この2つが重なるとクイックターンの構造っていうのは見えてくる状態ですね。まあこういうようなことを考えながら作っています。で、まあ、次の章に行く前にちょっともう少しですね、具体的な作品をたくさんご紹介したいなと思うので、一度パワーポイントを離れて、僕のウェブサイトの方に行こうかなと思います。これがウェブサイトですね。いくつか作品をお見せしたいんですが、例えばこれは見えるかな、2010年に愛知トリエンナーレっていう、まあ、芸術祭ですねがあったんで、それの1回目が、まあ、今もやってるんですが1回目があって、その時に、壁画作品として描いたものですね。かなり大きい、縦が15メートル近くあって横が23メートルってことで比較的大きい作品なんですが、これもよく見ていただくと窓が結構いっぱいあるんですね、この壁面に。でこの窓の中には上から描いていい窓と上から描いちゃいけない窓っていうのがあって、つまりこの指示体壁面の側が持ってるそういうなんていうかレイアウトのロジックみたいな強制力みたいなのが壁の側にあるわけですね。それに対してクイックターンっていうのはクイックターン自体 その線の反復から広がる形っていうそのクイックターン自体の論理っていうのを持ってるわけですね。それをどうやってうまく調停して共存させるかっていう問題がまあ生じてくると、まあ、さっき言ったフレームのペインティングのフレームの問題と、まあ、これはイコールなんですけど、壁の場合はただの4つの辺だけじゃなくて、例えばその窓だったりさまざまな要素があるので、そういうことも考えなきゃいけないと。この窓のレイアウトに押し返されるような、ないしはそれによってクイックターンの形が逆規定されてしまうようなことは、避けて、しかしクイックターンがただ無造作に形を広げて本当は描いちゃいけない窓の上にもバンと描いていくと、それがまあ普通のグラフィティだとそうなるんですが、クイックターンの場合は指示体の論理についても考えるっていうふうにしているので、やっぱり交わすべき窓と描いていい窓っていうのもちゃんとそこは考えなきゃいけない、それ2つのロジックをまあ踏まえながら、しかし
同時に自然に形が広がっているようにも見えなきゃいけない。そういうことを考えながら、まあ、うまくこう隙間を縫い合わせるように形を広げていくと、まあ、そういうようなことを考えながらこの時は作っていました。それからですね、まあ、作品はいろいろあるんですが、ファウンドオブジェクトの作品というのを作っていて、さまざまなそのアンティークショップとか古道具屋さんみたいなところで、まあ、既存のイメージですね、まあ、大体ほとんどの場合こう誰が描いたかわからない無名のドローイングだったり、まあ、すごく昔のなんか版画みたいなものだったり、そういうのを見つけてきて、その上にクイックターンを書き加えるという作品も作っています。これはあの先日燃えてしまったノートルダムなんですが、ノートルダムのこうあるランドスケープの風景の中にクイックターンを入れていくと。でこれもですね、さっきの、愛知トリエンナーレの時の壁画と同じで、この元のイメージっていうのはすでにあるストラクチャーを、まあ、当然持ってるわけですね。ある構図みたいなもの、そこにクイックターンを入れていくときに、その構図を無視、元の絵が持ってる構図を無視して上から覆いかぶさってしまうわけでもなく、しかしクイックターンが形が広がっていく、その広がりの運動っていうのもある種こう自発性っていうのを保ちている、保ちたいと。そこの間でどう、 こうバランスをとって共存させるかっていうことが、まあ、すごくテクニック的には重要になってくる部分で、まあ、この絵もですね、まあ、この辺りでまずこうフレームとクイックターンが接している、これは一番最初の絵であの見せた、ペインティングのフレームとクイックターンが接している部分があるっていう話をしましたけど、まあ、それと同じようなことがやはりここでも起こっていて、でこの辺り一つの中心があって、ここから線が伸びていって、まあ、ノートルダムのこの2つの塔の間を抜けて背後に回り、その後こう地面の方に落ちてきて、こうやって木の裏側に潜り込んで地面に落ちてきて、最終的にはこの川の方に来て、この橋の下を潜って上に出ると、まあ、こういう感じでなるべく絵全体に線が動いているように、で、まあ、そのクイックターンの線としてはこういうふうに右上に上がって左下に落ちてまた右上に上がるっていう、画面を横断するようなそういう躍動的な構図っていうのは保ちながら、まあ、元々のこのノートルダムの形とかこの橋の部分であったりとか、その元の絵が持っている構図にもしっかりとこうインタラクションをしていくと、まあ、そういうようなことを考えながら作っています。まあいっぱいあるので、また興味のある方はぜひウェブサイトを見てもらいたいと思います。まあ、インスタグラムもあって、最新のものはですね結構インスタグラムに載っけてたりしますね。この辺は、サンファウンドオブジェクトの作品、ここに今お見せしたノートルダムのやつありますけども、まあ、あのファウンドオブジェクトの作品があったり、まあ、今やってるポーラ美術館っていう箱根の美術館と、あと山梨で、さっきもあった中村セービング美術館でも展覧会やってますけど、その辺のイメージっていうのもこう載ってるので、もしご興味のある方はご覧になってください。でパワーポイントの方に戻りますね。最初のノッチなんですね。失礼、ちょっと書き足で。ちょっとここからはですね、今画像を比較的多めに見せてきたと思うんですが、少し、活字多めというか、ちょっとこう概念的なことについてお話ししたいなと思います。反復と人格ということで、まあ、今回の講演会の、テーマにもなっている、まあ、タイトルにもなっているんですが、ちょっと唐突ですが、僕がこの反復と人格っていう、テーマをタイトルを思いついたときに、実は念頭に置いていたのはこの鶴見俊介さんの人が生まれるっていう本なんですね。たまたまなんですけど、今年の前半にこの本についての書評っていうのを共同通信の依頼記事で書く機会があって、でその時に思ったことが、ちょうどこの講演会の依頼を受けたのも同じぐらいのタイミングだったんですね。でその中で、まあ、自分の中でそのこの本について考えてた時のことがちょうど展覧この講演会のテーマにも合うんじゃないかっていうふうに思ったんですが、
この本っていうのはその、まあ、ここに出てる5人の日本人、中浜万次郎、田中正造、横田栄子、金子文子、林忠夫っていうこの5人の日本人の生涯を紹介している本なんですが、この5人っていうのは、まあ、激動する時代の中、その普通の定型的な生き方ではなくて、で自分は何者でどう生きるべきかっていうことについて非常にこう葛藤しながらも考えて、なんか自分の性に一つの独自の役割みたいなことを見出して、そのように生きたという、まあ、すごくその生き方にある種のこうスタイルがあった人たちだったんですね。でその本のタイトルにある「人が生まれる」っていう、その人っていうのはつまりなんか人格のようなものが生まれる瞬間なんじゃないかっていうふうに僕は考えていて、そのじゃ人格っていうのは何なのかっていうと、その人物の人となりに備わったスタイルみたいなものだと思っています。でよく個性っていう言葉が言われますけど、個性っていうのは例えば他の人と違うあなたらしさみたいなふうに言われるんですけども、その他の人と違うある種こう相対的な関係の中で自分らしさを考えるっていうのは、まあ、やはりこうある種表層的な差異の記号に過ぎないんじゃないかというふうなに感じていて、そういう個性っていうものに対して人格っていうのはですね、むしろその他の人との差異の関係性というよりかは、むしろ自分自身の内面において、まあ、ちょっとここね、その書評の言葉を今これ引用しているので、かなり大げさな表現になってますけれども、まあ、いわばその運命の必然みたいな、外部から自分に向かってやってくる運命の必然みたいなものと、自分自身の内側にある意志、強い意志みたいなものがこうぶつかり合って拮抗関係の中に置かれ、しかしそういうものを反復的にそういう何ていうかな、生活の中で生きることで、その人自身の型みたいなものが造形されていく、そういう内と外の拮抗関係みたいなものの中からスタイルとか人格っていうものが立ち上がるんじゃないかと、そういうふうに考えています。なのでそのまあある種個性が才の戯れみたいなものに過ぎないとすれば、人格っていうのは内と外の拮抗から生まれてくるもの、個性が記号的、ないしは相対的なものだとすれば、人格っていうのはむしろその内と外の拮抗関係の中から立ち上がる造形性であったり自立性みたいなものを持ったものなんじゃないかというふうに思っています。でクイックタイムストラクチャーっていうのは、まあ、今の話っていうのはその、鶴見さんの本の書評を書く中で僕が考えていたことなんですけど、それがまあクイックタイムストラクチャーっていうモチーフにも僕は当てはまるというふうに思っていて、まあ、その文字を取り除いて、線を抽出し、それを反復することでモチーフに構成し直すという、まあ、先ほどお話ししたことなんですけども、その線を反復するっていう中から、まあ、立ち上がる線の形っていうのがあって、それが、まあ、その外部世界と出会う中で個別の作品ができてくるっていうことなんですけど、まあ、ちょっと、それを今から説明していきますね。今ここで映っているのは2つのビジュアルがあると思うんですけども、左側っていうのは、まあ、1本の線で、右側っていうのはその左にある線と、同じように、まあ、そこに平行する線っていうのがいわば書かれていて、左側の画像だけ見るとそのただのランダムな線なわけですね。しかし右側を見てもらうと、そのランダムな線に平行するようにそれをなぞらえる線がもう1本引かれることで、そこにある種必然性とか根拠みたいなものが生まれるっていうふうに僕は考えるんですね。つまり平行する線っていうのは相互を規定し相互に根拠になる。一本だけだとランダムなんですけど、二つあるとこっちの線がこうあるのはなぜなら もう一つの線がこうあるから、それをこう反復するような形で逆側の線が書かれている。その逆もしかりという形で二本の線が平行して存在することで互いを規定する根拠になる。でそこにある種の必然性みたいなものが生まれる。でそういう根拠のある線が反復して延長され、自己組織的に拡張して構造化される。それがクイックターンのある種その三次元性的な立体を持ったストラクチャーというふうに僕は考えていて、そういう線が反復されて、まあ、作品としても反復されて繰り返されること自体が造形の根拠になって、そこにある型みたいなものが立ち上がってくると僕はそういうふうに捉えています。でその具体的にはその型っていうのは、私の場合はその70年代80年代のニューヨークのエアロゾルライティングのビジュアルランゲージ、そこにある線の流なんていうかなダイナミズムみたいなものを
一つ取ってきて、まあ、取ってきてといってもそれはまあアプロプリエイトするというよりかは僕はすごく影響を受けてそれをあの身体化するわけですけど、その身体化したものを今度もう一度線っていう最小単位から別の形に再構成する時のロジックとして今ここに見せているような話があるわけですね。ただそれは今日何度かお話ししたようにクイックターンストラクチャーというモチーフ自体がその中心から外にこう拡張していく時のそのクイックターンストラクチャー自体の論理なんだけれども、それが常に何かしらその外部にあるものと出会うわけですね。最初にお見せしたようにキャンバスのフレームかもしれないし、壁画であればその壁面にある窓のレイアウトとか、あるいはそのファウンドオブジェクトの作品であればすでにそこにあるあのノートルダムの形かもしれないし、そういうクイックターンストラクチャーの線の広がりっていうのは常にその外部にある何か別の構成要素みたいなものに出会うわけですね。そこのところに具体的な作品の地平っていうか存在する領域があるんですね。どういうことかっていうと、クイックターンストラクチャーっていうのはあのモチーフであって、ある種こう抽象的に存在するもの、それ自体は直接見ることができない、常にこう動き続けて線が拡張し続けている運動体みたいなものなんですね。まあ、ちょっと大げさな表現をすればプラトンっていうのイデア論みたいなものですね。その形而上的なところにイデアとして何かものが存在していて、現実世界に存在するのはその影に過ぎないっていうような言い方をプラトンはするわけですけど、まあ、ちょっと構造的にはその話に似ていて、クイックターンストラクチャーっていうもの自体は抽象的なレベルに存在しているモチーフで、複数の作品に横断して現れるものなんですね。それに対してフィグーラティっていう言葉を僕は作品のタイトルにつけてるんですけど、フィグーラティっていうのはそのクイックターンストラクチャーっていうモチーフがの運動が個別の作品の物理的な表面にこうその運動の痕跡みたいなものが残されて、一つのこう現実世界における個別的な作品として定着されたもの、あるいはその影というか運動の痕跡が転写されたもの、そこにこう一個一個の具体的な作品というのは存在するんだというイメージなんですね。でその時にその個別の作品というのは当然クイックターンストラクチャーだけではなくて、その背景にあるライブペインティングで描いたよりこう原始的な線の動きだったり、あるいは絵肌ですね。例えばちょっとこうあのなんていうんだろうな、さまざまな素材を使う、まあ、スプレーであったり、まあ、時にはシャープペンシルを使ったり、まあ、ペンキを使ったり、いろんなその画材を使うと異なるテクスチャーっていうのが画面にできるんですね。でそういう一個一個の作品が持つ個別性、個別のテクスチャーだったり背景の要素だったり物理的な作品のサイズだったり、そういうものも含んだ全体が、作品全体がフィグラティに該当するわけですね。ちょっと抽象的で分かりづらいかもしれませんが、後でビジュアルもお見せします。でそういう、クイックターンストラクチャーっていう抽象的なモチーフが個別の作品としてフィグラティとしてこう出来上がるときに、先ほどから言っているようなその外部の要素との交渉や接触っていうのが起こってくるわけですね。それでもう一度この作品を見ていただきたいんですが、この立体的な白黒の鋭利な形、ここがクイックターンストラクチャーに該当する。でこの背景のライブペインティングで描いた線の部分だったり、そのキャンバスのフレームであったり、あるいはこれは画像なのでそこまではお見せできないんですが、さまざまなこの表面にある凹凸であったり、いろんなテクスチャーっていうのがあるんですが、それを全体を含めたこの全体がフィグラティに該当すると、そういうふうに僕の場合はモチーフと個別の作品のレイヤーっていうのを、まあ、くっつけながら同時に分けながら考えているというところがあって、このタイトルにも184っていうふうにこう番号が振ってありますね。僕の作品は全部この連番が振ってあるんですけども、これもですね、個別の作品が一個一個フィグラティとして別々に存在すると同時にクイックターンストラクチャーの運動っていうのは常に連続していて、常に、止まることなく進んでいて、それがこう個別の作品を横断しながら存在しているという、その連続性と個別性っていうのを表すためにこの番号っていうのを一つずつ振って、つまり番号っていうのは一個一個固有の番号だけど、しかし同時に数列として連続もしていると、そういう考えで番号を振っているわけですね。
で最後にですね、まあ、拡散と横断ということで、今の話をさらにこう、展開していくとですね、その極端の動きっていうのがさまざまな外部の要素と出会う、その中でスタイルとか個別の作品っていうのが、立ち上がってくるわけですけど、まあ、いろんなメディアを横断していくっていう話にも最終的になってきます。まあ、壁画でやったりパフォーマンスでやったり、時には映像でやったり、もちろんキャンバスでやったりファウンドオブジェクトでやったりっていうふうな、そのメディウム、いろんな芸術形式だったり、その形式の裏にあるソーシャルコンテクストみたいなものを、横断しながらクイックターンが存在するわけですけれども、この拡散と横断ということが一体何に由来するのかということを最後に少しお話ししたいんですが、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、ライティング以前の落書きっていうのは、例えばギャングの落書きがあったわけです。でギャングの落書きっていうのは、その民族集団ごとに、書かれたわけですね。つまりギャングっていうのは大体あのドミニカ系ギャングとかアフリカ系アメリカ人のギャングとか、民族集団ごとにギャングは形成されて、で彼らっていうのは決まった土地に住んで、決まったその地域に住んで、同じ町の中でね、その交わらなかったわけです。でギャングの落書きっていうのは、そういうテリトリーを可視化するための装置ですね。つまりこの写真を見てもらうと、You are entering Duke's territory。 Duke's ってギャングの名前ですけど、 Duke's のテリトリーにお前は この先入ることになるぞっていう、まあ、警告として書かれているわけです。だから逆に言うと、その、そのギャングのテリトリーの外には広がらない、ある特定の地域だけにとどまっているものだったわけですね。それに対して地下鉄のエアロゾルライティングっていうのは、そういう民族集団とかギャング集団っていう集団ではなくて、書いてる個人の名前っていうのを地下鉄に書くことで、地下鉄っていうのは街のいろんなエリアを横断するわけですから、その特定の地域に目指すものではなくて、そこからいわば記号のように浮遊して、さまざまな領域を横断して、いろんな人の目に触れるようにこう巡回していったわけですね。そういうライティングの一つのメディアとか、一つの地域とか、一つの民族性みたいなものから脱出して、いろんなところを横断していくっていう、そういう革命性がライティングにはあったんですけど、その性質を僕はさらに発展的に再解釈しているんですね。まあ、これはあの僕の最近あの2年前にやった展覧会のカタログから最近出版されたんですけど、のステートメントから引用している文章なんですけど、その過去のライターたちが地下鉄のシステムを使ったその拡散のやり方っていうのがあるんですけども、その、まあ、ライティングが偏在している偏在性っていうのを、まあ、私の活動においては QTS クイックターンストラクチャーが異なる素材とか、まあ、異なるメディア、異なる歴史的コンテクスト、そして異なる、まあ、社会状況に接触する、でその時にそういうものとどう交渉し、クイックターンの形っていうのはそういう外部の力学とどう交渉することでクイックターンの形っていうのをまた造形され直すと、そういうふうに、なんていうのかな、その拡散して横断していくっていうことも含めて、まあ、ライティングの歴史の中にあったさまざまな形態とかさまざまな要素っていうのを僕なりに再解釈して、まあ、現代美術の創作の実践にこう結びつけていると、まあ、そういうふうにやっています。それでですね、まあ、時間も結構ギリギリなんですけども、1個だけちょっと動画をお見せして、終わりたいと思います。この動画っていうのが、今最後にお話ししたその地下鉄に乗っかったライティングがさまざまなエリアを横断するっていうのがあって、それを僕が再解釈して、さまざまなメディウムを横断するしながらクイックターンが拡散していくっていう話を今したんですけど、そういう発想に基づいた展覧会っていうのを2年前にアメリカのカンザス州の美術館でやったんですが、キュレーターがちょっと英語になっちゃうんですけど、今の話っていうのを解説しつつ、さらにキュレーター独自のビジョンっていうのをそこに付け加えて話してくれてる映像があるので、ちょっとそれを最後にお見せしたいなと思います。
ago in New York in 2013, shortly after he arrived from Japan as an artist sponsored by the Asian Cultural Council. When I first saw Amigo's work, I felt immediately connected to his signature expression, which he called QTS, or quick turn structure. QTS is a form that looks like a hook or a boomerang with pointed ends. In all of Amigo's work, you see the single unit multiplying across different directions and dimensions, and also on different mediums. QTS can be seen not only on canvas, but also on a sticker sheet, on a digital screen, on clothing, on cosmetics packaging, and many other places. This is the reason why Amigo and I gave the title Ubiquitous to the show, to express that idea of being seen everywhere and being at home anywhere. 今ですね、その展覧会のタイトルがユビキタスっていうんですけど、まあ、それがなんでユビキタスっていうタイトルをつけたか、そのクイックターンストラクチャーがさまざまなメディアに拡散しながら現れてくる、そういう性質を言うためにユビキタスっていうタイトルをつけたんだっていう話が今あって、この後にさらにそれを解説していきますね。The value placed on being visible everywhere is inspired by the aerosol writing culture developed in New York in the 1970s and 1980s. And further developed in other parts of the world. That boundary crossing nature of QTS expresses, in my opinion, the experience of many people who are of mixed race heritage, people who speak multiple languages, people who move around and identify more than one place as home. I organized this exhibition with this concept as well. So, in addition to the gallery display,Included in the show are also a mural on a building nearby, a sound installation in the Department of Art building, and also an outdoor live painting performance. はい、それで、だから今このキュレーターが最後の方で言ってたのは、結局その地下鉄に書かれたライディングが、まあ、いろんなエリアを横断していくと。で、それの空気探索者っていうのは、の横断性っていうのもそこに、まあ、一つ文脈的にはつながっている。という話があって、まあ、それは僕自身がもともと考えていたことなんですけど、このキュレーターはさらにそれを拡張的に解釈して、そういう QTS の、まあ、クイックターンストラクチャーの横断性っていうのは、今の現代社会においてその人々がの生活がすごく流動的になって、まあ、一つの土地だけに住まずにいろんな土地を移動しながら生活していたり、いろんな複数の言語を喋りながら生活していたり、一つ以上の場所を自分の故郷として認識していたり、まあ、そういう、 こうグローバル化する社会の中でいろんなこう流動的な性の在り方、いろんなこう横断的な生活の仕方、そういったものがあのますますこう活発になってきてるんですけれども、そういう、まあ、単に芸術形式上のメディウム、キャンバスとか壁画とか映像とか、そういうメディウムを横断するだけではなくて、 QTS っていうのはそういう、 こう今の現代人の生活の仕方とか現代社会の在り方っていうのも象徴的に表していると。彼女はそういう解釈をさらに加えて、この展覧会を組織したっていう話を今していたので、まあ、そこをちょっと最後にご紹介しておきたかったですね。はい、それじゃあ僕の話はここまでで、あの質疑応答に移りたいと思います。ありがとうございました。あの今日いろんなお話ししたんですが、必ずしも今日の話に関係がなくても、あのザックバランに質問していただいて大丈夫ですので、ぜひ何かあれば。ということをおっしゃってたんですけども、そういうことを受け入れて、普通に受け入れてくださる高校だったんですか？はい、そうですよね。あのちょっと変わった高校というか、まあ、すごく自由な校風の高校だったのは、まあ、間違いないなと思います。あのいわゆる校則がなくてですね、まあ、あの法律に違反しない限りは何をしても、髪の毛染めてもピアスしてもいいし、
私服で通って OK という、まあ、すごく自由な校風のところだったので、まあ、おそらくそれ無関係ではないと思いますね。ではそういうことをすることを割とこうウェルカムというかやっていいよっていう感じだった。ただですね、ちょっとそれとも微妙に違ってある種の放任主義だったんですね、うちの高校は。だから何やっても構わないし何もやらなくても構わないけど、とにかく全部自己責任でやってねっていう、そういう校風だったので、必ずしもそのみんなが何かこうああいう実験的なこととかを積極的にやっていたわけではないんですが、まあ、僕はたまたま思い立って相談したら企画書出せって言われて、で企画書出したら、まあ、一応承認してもらえっていう、そういう流れですね。ちょっとすいません、好きなバンドの歌詞っておっしゃったんですけど、なんて書いてあったんですか？ですね、パールジャムっていうアメリカのロックバンドなんですが、その2つ目のアルバムに入っている曲ですね、その歌詞を。で、まあ、アルデリー・ウーマン・ビハインド・カウンター・イン・スモール・タウンっていう曲なんですけど、その歌詞の中で、Hearts and thoughts they fade, fade away、まあ、心も思いも消えていくっていう、ちょっとそういうノスタルジックな歌詞で、まあ、自分が一応卒業するっていうことで、まあ、その卒業の記憶だとか思い出が、まあ、今あるけど、まあ、それは将来的には薄れていくだろうとか、まあ、そういう時間の感覚みたいなことも含めて書いて、それがまあ15年後、今実は箱根のポーラー美術館というところでやってる展覧館にその記録映像が流れているんですね。それはキュレーターさんのアイデアもあってそういうことになったんですけども、まさか15年前に自分が描いたその作品が今もう一度こう現在性というかアクチュアリティを持って展覧館に入ってくるっていうのは当時は想像もしてなかったので、まさにその時間の重層性であったり記憶のあり方みたいなことが結果的にこう回帰してきたなっていう感じで、すごくそれは個人的にも面白かったですね。ありがとうございました。あ、すいません、めちゃめちゃお話面白かったです、ありがとうございます。日本とかにおけるその個人のレベルでのそのライティングっていうことに関して、その今の状態におけるなんか考えとかちょっとお聞かせしてほしくて、なんかそれをやることとかそれをやっていい場所とかそういうことに関しての考えを知りたくて、ちょっとお願いします。はい、まあ、例えばそれは犯罪であるということも含めてどう考えるかっていう質問ですかね。はい、それはやっぱりすごく重要なところで、実は数日前に別のところでやった講演会でそういうことをテーマに喋ったんですけども、まあ、一つの現実として、まあ、多くのライティングっていうのはその無許可で書かれているっていうのはあるわけですね。なのでそれはかなり高い確率で迷惑行為でもあるっていうのは事実としてはあると思います。ただ、まあ、ちょっと込み入った話なので、あまり深くは今踏み込めないんですけども、違法であることと犯罪であること、まあ、英語で言うとイリーガル、イリーガリティ、違法性ということとクリミナリティ、犯罪性っていうのは、少しやっぱ違う概念だなと思ってますね。例えば、アメリカっていうのは路上でお酒を飲むのは違法行為なんですよ。ところが日本でコンビニでビール買って外で飲んでもまあ問題ないわけですよね。つまり法律っていうのは、明文化されたこう決まり事なので、その決まり事が変われば、変わるし、あるいは文脈、まあ、国とか、ね、場所が変われば同じ行為であっても違法になったり合法になったりするっていう、そういうものだと思うんですけど、犯罪っていうのはそういうこうコンテクストで変わるものじゃなくて、もっと人間の倫理観の深いところで目指しているものだと思うんですよね。だから違法行為であっても場合によっては倫理的には問題ないことだったり、逆に合法であっても倫理的に問題があるようなことっていうのはやっぱり世の中にいくつかあるわけですよね。まあ、あまり言うと言葉遊びみたいになってしまうんですけど、僕はライティングに関してはさっきの映像の時も少し言いましたけど、例えば子供がね、銃を持ってギャングに参加するよりかはスプレーを持って街に映画出る方がいいんじゃないかみたいな、当時の状況としては街に書かれる落書きっていうのは厳密に言えばもちろん違法ではあったけれども、あの時のニューヨークにおいてそれがどれだけ本当に犯罪性が高い行為だったかと言われると、
どちらかというとやっぱりすごくポジティブな、やっぱり他に手段を持たない人たちが表現するための一つのやり方っていう意味ではすごくこうポジティブで表現なんていうかな、生産性のある僕は選択としてあったと思うんですね。だから、まあ、今の日本でっていうことになるとまた話は違ってくると思うんですが、まあ、そこについてじゃあご質問されているということで言うと、まあやっぱり例えば今日本で電車の側面に大きく書いてしまう、で日本だとやっぱり電車が止まって多くの人に迷惑かかるっていうようなことはやっぱあると思いますね。そこに関しては非常に僕もまあそうですね、意見を言うのは難しいというか、個人的にはそういうものに対する電車に書かれてるグラフィーがやっぱり一番かっこいいみたいな、そういう感覚も僕は持っていますけれども、じゃあそれをストレートに肯定できるかというとなかなか難しいかなっていうのはやっぱあると思いますね。すみません、もうちょっとだけお願いしたいんですけど、はい、そのさっき個人でって言ったんですけど、その結局電車とかに書くのとかっていうのがその多分違う意味合いになる、多分文脈とかもすごいそのある意味それをやること自体がその時当時ポジティブだったっていうところの視点のお話だったんで、ここの日本でやること自体がネガティブに映ってしまったりする意味を持つみたいなところとかもあったりするのかなと思って、ただ個人でそのやるっていうことに関してなんかその外でやるその自然文化として文脈とかを組んで発生したものとかとは違う角度からもやることになると思うんですけど、これに対してなんかどこまでなんかライティングっていうのとかのことをちょっと興味が出てきて、すごいプレイヤーみたいな側の立場の人間のこととかにもすごく興味が出てきて、それをやるっていうことに関してのなんか個人でのどこまでなのかみたいなところがすごい気になってて、個人でのって強調されているのはつまり、なんというか本当にもう特別その階級とか関係なく、はいはい、日本で家庭でスプレー缶を持った状態でやるっていうことに関してのお話を聞きたくて、うん、そうですね、まあ、でも個人といってもその人間ってやっぱ個人であると同時に社会的な生き物なので、まあ、その完全な個人みたいなものを家庭的に考えるってなかなか難しいんです、特にこういう今回みたいなテーマの場合ね。で、まあ、僕が思うのは、まあ、やっぱりどういう場所でなぜ書くのかっていうことだと思うんですよ、まあ、人の家にね、あるいはその日本で電車に書くっていうのは70年代のニューヨークで電車に書くのと全くやっぱり意味が違うので、やっぱりそれをまあ、鵜呑みにしてやるのはどうかというか、まあ、一歩そこで立ち止まって考える必要はあると思う。でそれでもやる人はいるし、その人はその人なりのリスクを負って、まあ、日本でそれやって捕まったらね、結構数百万円の罰金、つまり人生がもしかしたら棒に振ってしまうかもしれないようなリスクを抱えてそれでもやるっていう人もいるし、でもそれでもやるっていう判断をするときに熟考した結果やる、それでもやるっていう人もいれば、まあ、ティーンエイジャーであまり深く考えずにやってしまうという人もいたりとか、それはやっぱりケースバイケースだと思うんですよ。ただいずれにせよそれはまあ犯罪であり、また人に迷惑かける行為でもあり、でも同時に表現でもあるわけで、それがなんかこう両立可能っていう言い方はおかしいんですけど、両立されてしまうというか、同時にそれも表現であるっていうのも一方の事実だとは僕は思うんですね。で、まあまあ、僕はまあこういうせっかくこういう場なんでちょっと、まあ、言いたいのは、犯罪だからっていうふうに、まあ、ラベリングして終わらせるっていうよりかは、まあ、今まさに質問してくださったように、まあ、議論することの大事さですよね、まあ、いろんな立場の人がいていろんな考えの人がいるので、まあ、メディアに出てくることだとか、あるいは一部の過激な例だけを取り上げて文化全体をそういうふうにラベリングするんではなくて、その中にも今日紹介したようにすごくいろんな事例があるので、そういう、まあ、いろんな事例とかいろんなケース、個別のケース、ここにおいてはただ70年代のニューヨークではまたやっぱりちょっと文脈が違ったとか、今の日本ではどうだとか、そういう個別のケースについて考えたり、まあ、相互の議論っていうのをしながらやっぱり文化について考えていきたいと思っているので、まあ、なかなか皆さんそういう機会普段はないかもしれませんが、ぜひそういうふうにライティングとかストリートアートについてもいろいろ寛容に考えていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。あと
とお一方あるでしょうか。鶴見俊介さんのトラウマ流的な曲を読んでみたいと思います。あともう一つ、この最近とても印象的だった本を紹介していただきたいです。最近印象的だった本ですか。ですね、最近はちょっと仕事が忙しくてあまり本を読んでないんですが、でもたまたまなんですけど、そして近い人間だから言うわけじゃないんですけども、僕がずっと一緒にスタジオをかつてシェアしていて、今交流のある美術作家で池田光介さんという人がいるんですが、池田さん、彼も実践作者ですね、アーティストで京都在住の方ですが、彼も、文章を書く人間で、失われたものを求めてだったかなっていうタイトルの本を最近出版されまして、それを僕も今読み途中なんですけども、やっぱりこう制作者でありながら制作を通して社会とか美術について考えるっていう形で書いていて、すごく共感できる内容もあって、分かりやすい本でもあるので、ぜひ機会があったら読んでみてください。ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは名残惜しいですが、これで本日の講演会を終了したいと思います。大山さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。